はい、どうもまこです。このチャンネルではうつ病当事者の私が日々の体験談をお伝えしていくチャンネルになります。今回のテーマはですね、春潮ということでお伝えをしていこうかなと思います。僕は現在生活保護を受給しながらうつ病と向き合って生活をしております。でね、今日は花見に参りました。あのね、こう結構いいところでね、かなり綺麗なところなんですよね。で、川の近くでちょっと風が強いのでね、音があれかなと思うんですけど、そこはご了承ください。ちょっと見てください。こんな感じでだいぶ綺麗ですよね。めちゃくちゃね、今日だいぶ天気がいいんで、僕の気分は晴れ晴れです。で、今日だいぶ歩いてきてね、30分40分台で歩いてきてね、川の方に来てるんですけど、ちょっと疲れたんでね、今日は、花見ということでお酒を飲みたいと思います。普段ね、あんまりお酒が強くないんですけど、たまにはええやろってね、ちょっとパッとね乾杯をしたいなというふうに思います。で、今日飲むお酒はですね、こいつです。でねん、ほろ酔い桃。いや、僕ね、お酒あんまり強くなくてね、ビールとか飲むんですけど、なんか1、2杯ぐらいでね、結構ベロベロになってね、いい感じになるんで、今日はちょっと抑えめということで、アルコール度数 3% の桜にちなんでピンクのほろ酔い桃をチョイスいたしました。じゃあちょっとね、いただきますね。うお。やば。うっす。じゃあいただきます。乾杯。あー、うまっ。やっぱり久々のお酒はうまいですね。ね、こんな感じでね、乾杯してたら、なんかもしね、医療関係の方がこの動画を見てたら、なんか怒られそうですけどね。普段あんま飲まないんでね、たまには許してください。ご了承ください。やっぱりこういうね、快晴の気候でね、やっぱり外行くと僕のメンタルは、だいぶ回復しますのでね、ちょっとずつねやっていこうかなと思います。ここら辺ね、実はね、裏側はですね、こんな感じで、なっております。この、画面をご覧になってお分かりいただけた方はお分かりいただけたとは思うんですけどね、東京の巨塔が見えております。東京スカイツリーでございます。結構ね、いい感じで、こんな感じで綺麗に見えるんですよ。で、最近はね、結構外行き始めたおかげで、夜ぐっすり眠れるようにはなってきたんですよね。で、僕いつもね、睡眠導入剤と眠剤を毎日飲んでるんですけど、できればね、ちょっとずつ減らしていきたいなっていう風な感じで、次精神科行った時にはちょっと相談をしてみようかなっていう風に思います。ちょっとずつね、薬減らしていきたいなっていう風には思ってるんですけど、焦らずにね、ちょっとずつ減らしていこうかなっていうふうには思ってます。で、やっぱり眠剤がね、眠剤にやっぱり依存しすぎるのもあんまり良くないなっていうふうには僕は思ってますので、こうやってちょっとずつね、体を動かして、で、体を疲れさせたらね、夜ぐっすり眠れるようにはちょっとずつはなってきたんで、ちょっとその眠剤を減らしていくっていう、意識を持ってね、次はいろいろちょっと精神科行った時は相談しようかなと思います。なんか皆さんどんな感じなんですかね。なんか眠剤もし飲んでる方がいらっしゃったら、ね、ちょっといろいろ教えてほしいんですけど、たまにね、僕過眠になることが多くて、それって結構やっぱ眠剤の影響なんかなとか考えたりとかしてて、なんか結構過眠になることが多いんですよね。なんで結構、寝てる時とかはだいたい9
時間、10時間ぐらい、ね、寝て起きるみたいな感じ。あんまりほとんど中途覚醒はほとんど、だから僕はあんまり中途覚醒とかほとんどないんですけど、ほとんど過眠が多いっていう感じですね。まあ、もし、ね、なんかいろいろちょっと詳しい方いらっしゃったらね、まあ、コメント欄とかで、ね、教えていただけると嬉しいです。やっぱこう睡眠時間の調節って結構難しいじゃないですか。なんか中途覚醒とかね、早朝覚醒とか、まあ、いろいろ起きたりする方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、睡眠の質はね、やっぱりメンタル安定には必須かな。ちょっとずつ、眠剤を減らしていければいいかなっていうふうに思います。やっぱりこんな感じでね、パッとやるとね、心がだいぶ回復しますんで、やっぱりこう遊びの効果は絶大やなと思います。やっぱりこういう花見のね、ハルシオンの効果っていうのはだいぶあるかなっていうふうに僕は思いますので、ぜひね、まだ3月まだ4月ぐらいまで、まあ、見頃であったりとかね、地域によっては結構桜の地域とか、まあ、様々やとは思うんですけど、こっちはもうほぼね、カズ桜はもう見頃は終わって、今はソメイヨシノのねシーズンがだいぶ始まっておりますので、地域によっては様々やとは思うんですけどね、ぜひ花見に行ってはいかがかなというふうに思います。僕はね、まあ、いつまでもね、こういう桜のピンクな気持ちもね、忘れずにこれからちょっとやっていこうかなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ピーチに桜にチェリッシュに、めっちゃ怒られそうやんな。だいぶね、やっぱりこうイエスだよね、この日本の風情、ジャパン風情。やっぱり外でね、こういう青々とした快晴の気候の中でね、桜を謳歌し飲酒するという、ね、桜のね風をと、桜の風を思いを吹けよ、まあ、今日はですね、桜でね、花見で、気分を爽快しようというテーマで、ね、お届けをいたしました。またこれからね、ちょっと帰宅で ね、運動がてらに散歩いたしますので、ね、まあ、皆さんもぜひ花見へ行ってはいかがでしょうか。動画の今回のテーマでお伝えをいたしました。まあこんな感じで、僕は、ぼちぼちとやっていきますので、ね、よろしくお願いします。この動画では、僕の生活保護やうつ病に関するテーマをメインに動画を投稿しております。この動画をご覧になってよかったなという方は、高評価、チャンネル登録をいただけると非常に嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、バイバイ。